なんか模試って、もう気づいたらなんか受けてるとこと、うんうん、高校とかが多いと思うんですけど、うんうんうん、なんで受けてるんですかね。ね、これ勘違いしないでほしいのが、はい、受かるかどうかを試すものじゃないんですよ。あー、確かになんか武田塾チャンネル。今回はですね、うん、割とこの質問多いんじゃないかなと思うんですけど、なんですか、模試って受けるべきなのとか、どこの模試受けたらいいのとか、はい、武田塾なりの模試の使い方みたいな、そうです ね、うん、ちょっと知りたいと思いますね、うん、これは受験生、そうそう、その辺もね、はい、しっかり話していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、模試の受け方、そして使い方って話をしようと思うんですけど、うん、そもそもね、はい、何のために模試を受けるのって話なんですよ。そうですよね、なんか模試って、うん、もう気づいたらなんか受けてるとこと、うんうん、高校とかが多いと思うんですけど、うんうんうん、なんで受けてるんですかね。ね、はい、まあ、それは判定とかさ、うん、成績出るから、うん、意味ないってことはないじゃん。そうですね、うん、そうなんですかね、なんかもうだけどさ、はい、模試で点数良かったからって受かるわけじゃないじゃん。そうなんですよね、模試が合格結果じゃないですかね。そうそうそう、まあね、一部のね、その、うん、高校生じゃなくて中学生向けの模試とかだと、はい、一定の成績以上取ったら高校入れてくれるみたいなのあったりする制度もあったりするんだけど、ね、ただ基本大学受験では、はい、やっぱその成績のチェックという意味以外にはないわけじゃないですか。うん、確かに確かに、うん、そうですよね。そう、うん、だけどやっぱ模試受けないと本番まで自分の実力分かんないじゃんっていうことで、はい、まあ、不安だと思うんですよ、うん、なので模試の役割っていうのは、はい、現時点での自分の成績を見るためのものだと思うんですよね。現時点での自分の成績を見るため、はい、うん、これ勘違いしないでほしいのが、はい、受かるかどうかを試すものじゃないんですよ。あ、確かになんかもう君の受かる可能性は何パーセントみたいな、はい、模試に決めつけられるみたいな、うんうんうん、そういうわけではないと。そう、なるほど。いや、だってさ、そもそも模試の問題ってさ、はい、その実際の本番の入試とは違う問題だし、はい、なんなら形式も全然結構違うじゃないですか、割と。そうですね、だいぶ違いますね、まあ、センター模試ぐらいじゃん、割と近いのって。だって、まあ、センター模試はほとんど一緒ですね、うん、だけど、はい、他の記述模試とかでも、はい、完全に傾向が一致するってことは基本的にないわけで、だからあれで受かるかどうかを完全に判定するのは難しいと思うんですよ。そうですよね、うん、ただ分かるのは、はい、その出た問題に対して今自分がやったことがどれだけできるのか、うんうんうん、例えば、ね、よく話した単語とかだったら単語分かんないない状態にできてるかなとかさ、はい、逆にやってないことはできなくても別にいいとは思うし、うんうんうん、だから 今までにやった勉強がどの程度できているかを試す場であると。なるほど、うん、いうことと、はい、もう一個は、はい、立ち位置を知るっていう目標だと思うんですよ。立ち位置を知る、要するに、うん、同じような志望校を目指している人たちの中で自分はどのぐらいの位置にいるんだろう。そうですよね、うん、それは結構わからないですよね、なかなか、はい、うん、だから結構ね、それは A 判定とかさ、判定とかっていうのはそれの基準になったりするし、あとはその志望校さ、あの判定出すとさ、はい、何人中何番みたいなの出るじゃん。ありますね、第一志望の中だと何人中の何人で、はいはいはい、第一志望以外も入れると何人中何人みたいな、はい、書いてあると思うんだけど、ね、そういう情報で今の自分がどの程度の位置にいるのかっていうのが分かると、うんうんうん、だからチェックポイントなわけですよね。なるほど、うん、だから、うん、分かりますと別に志望校の入試とは別に全く関係がないんだよっていう、なるほど、もし受けたからどうってものでもないんだよって話なわけですね、はい、うん、だから実力試しの、うん、部分が大きいっていうところですね、うん、そうですよね、なんか模試でもう人生なんか終わったみたいな人たまにいますけど、はい、もう僕基本ずっと E 判定でしたからね、はいはいはい、そういう意味で言うと、はい、模試のために結果を出すような勉強をすること自体は意味があるかないかって言われると、うんうん、まあセンター模試のねプレテストみたいに本番のつもりで受けるとかなら分かるんだけど、はい、現時点で例えば模試に挑む実力がついてない状態でさ、はい、模試の対策することあんま意味ないじゃん。そうですね、なんか、うん、基礎ができないのに応用ばっかりやってみたいな。そう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 、はい、なので模試の役割っていうのはあくまでその模試は現時点での実力を試すもの、うん、もしくは本番のレベルまで行ってたら実力試しなんていうか本番のレベルでどれぐらいのことができるのかを試すためのものであるから、はい、基本的には今の自分の実力に合わせて受けるべきだと、うん、なるほど、どういうふうに使うかっていうのを考えるべきだという感じですね。そうですね、はい、はい、なのでその基本的にはチェックポイントだよということで考えてくれればと思います、うん、はい、じゃあそんなチェックポイントの模試ですが、うんうん、どんなチェックポイントを自分はチェックさせてもらえばいいのみたいなのが気になると思うので、その辺の話をしていきたいと思います、はい、
はい、ということで引き続き、はい、じゃあどこの面白ければいいのとか、そうですね、どんくらい受ければいいのみたいな、うん、確かに塾的には推奨してるのあるじゃないですか、基本ここ受けてねみたいな、ありますね、あります、はい、基本は可愛い、はい、可愛い、可愛いの模試を、うん、まあ、マークと記述を年間通して受けてる、なるほどなるほど、はい、ただ上位層、はい、偏差値65とか超えてくるぐらいとか、うんうんうん、あとは医学部志望に関しては、うん、はい、寸大受けるという、うん、まあ、要するにこれ受ける自分が受ける模試の層が多いところを受けろって話なんですけど、そうですよね、はい、うん、ただじゃあ例えば当心ダメなのとか、はい、寄せみダメなのって話だと別にいいよと、はい、うん、まあ、特に地方の人だと、はいはい、そもそも周りになかったりするじゃないですか、選択肢が一択っていうケースも結構あるわけなんで、はいはいはい、うん、なので、まあ、近場で受けやすいところでいいかなとは思うんですけど、うん、ただ基本の基準として、思っておいてほしいのはどのくらい受ければいいかっていうのにつながるんですけど、はい、決めたところの年間の、模試はシーズン通して受けた方がいいよという話ですね。それはなんか例えば河合塾のマーク模試は全部受けるとかって感じですか。そう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 、要はそのなんかここだけ受けてここだけ受けないみたいなやり方してると、はい、実践経験がやっぱ少なくなっちゃうんですね。でもだからといって模試をこう、はい、なんかがむしゃらにさ受けまくってもさ勉強時間失われるしっていうので、はい、だからそこのバランス考えると、まあ、一つのそのなんていうか会社の模試をシーズン通して受けるぐらいがちょうどいいかなと。基本そのなんていうかそうしとくと、まあ、シーズン目標というか計画はある程度立てやすくはなるとは思うんですね、はい、この時期までにじゃあここの模試があるから、うん、今の自分だったらここまでは終わってるから、この例えば英語はまだ単語と文法しか終わってないけど、うん、社会は通信一通り終わるからちょっと社会はちょっとここで、まあ、7割とか8割取るつもりでやってみようみたいな風にやったりとかね、っていう形で、はい、やっぱその過去問のところでもそうなんだけど、うん、こう目標があった方がさ、うん、やる気が出るじゃないですか。絶対いいですね。ただ先ほどちょっと最初の方でも言ったけど、はい、だからって模試のたびに毎回入試受けるようなつもりで、うん、ガンガン対策をするっていうのはあまりお勧めはしないよと、うんうん、そうですね、はい、だそれは後にも話すけど、例えば大学別の模試とか、うん、早稲田模試と慶応プレイとかさ、はい、ああいうのだったらまだわかるけど、はい、毎回毎回の模試で模試のための対策をするっていうのは、はい、ちょっとやっぱ時間がね、ロスが大きすぎるかなとは、思うわけですよね。確かに。矢上先生はちなみにさ、はい、自分が受験生当時は何受けてた？僕は基本的に河合のマークと、河合の記述受けたかな？受けてないかな？なんか後半1回受けたかぐらいですね。うん、でそれ以外は、早慶プレとか早慶オープンが、うん、まあ、慶応プレは受けてないですけど、はい、はい、早慶オープンと、あとは総大プレーを受けてました。うんうんうん、あとはそうです、センタープレとかですね、まあ、センター系、うんうん、マーク系ですよね。ね、基本は私立志向なんでマーク重視で、はい、あとは志望校の、まあ、早稲田プレーを、そうですね、基本受けるって感じですよね、うん、まあそういう人が多いかなと、はい、だからまあマークは基本ね私立志望とかセンター使う人の必須だし、はい、うん、まあ、記述は国立だったら、まあ、基本必須で、そうですね、まあ私立に関してはやんなくてもいいけど、まあ受けてもいいかな、あれなら受けといた方がいいんじゃないぐらいかな、はい、そうですね、って形ですね、はい、はい、わかりました。じゃあね、この後はじゃあそのさっきちょっと話してきた大学別模試とかっていう話をちょっとしていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは引き続きですね、はい、マークと記述の話はちょっと今したんですけど、うん、はい、まあ、ちょっと話出てきた大学別模試、例えば早稲田プレーとか慶応プレーみたいな、あと東大とか結構難関大学とか、あと医学部模試みたいなのもあったりするよね、はい、そういうその維新模試って通称言いますけど、うん、そういうなんか大学に特化したような模試って受けるべきなのっていう、話だし、あとはそれ意味あんのっていう、さっきちょっと最初の方にも話したけど、はい、割とさ、はい、なんていうか模試が点数いいからとか悪いからといって一般の本番の入試で点数取れるかとか分かんないって話をしたじゃないですか。そうですよね。そういう意味で記述模試っていうのはさ、うん、はい、そのどこの大学を模したものでもないわけじゃないですか。そうですね。一般的な前半を抑えたような模試ではあるけれども、はいはい、例えば東大と京大だと入試傾向は全然やっぱ違うわけだし、全然違いますね。早稲田慶応でも違うし、なんなら早稲田は学部ごとにも違うしみたいな話なわけじゃないですか。そうですね、だから、はい、そこも慶応も違いますし、ね、対策できるっていう意味ではやっぱその大学別とかで、うん、学部別でちゃんとやってくれる模試っていうのは非常に貴重かなと、うん、確かに、うん、
大あの国立だと大学別の模試で基本 OK なわけじゃないですか。大体入試問題ほとんど、ね、1パターンしかないところが多いんで、特にないとか上位のところだと。そうですよね、確かに、うん、だからそういう意味で、うん、その実践演習を積むっていう練習ができるっていうことで、うん、で受けた方がいいかなと、うん、でもう一個の考え方としては、はい、さっきも言ったように立ち位置を確認するっていう模試の本来の役割の部分で、うんうんうん、その例えば早慶プレーとかその、はい、早稲田プレーとか受ける人っていうのは、うん、早稲田志望なわけじゃないですか基本。そうですね、早稲田は特に第一志望でおそらくしてる人たち、はい、もしかしたら第二第三志望ぐらいだと思うんだけど、うん、の中での自分の立ち位置が分かるんですか、うんうん、確かに判定だけじゃなくて順位も分かるよね、うん、例えばその早稲田の法学部では、はい、自分は何人中何位だ、しかも、うん、この模試受けるぐらい早稲田に行きたいっていう気があるような人たちの中でっていうのが分かるわけじゃないですか。そうですね、うんうん、だから立ち位置がよりはっきりするっていうのもあるし、うん、でさらに言うと、もし傾向がさ多少本番とは違うなと思っても、うん、でもこのぐらい取ってくるやついるんだなっていうのも分かるわけじゃないですか。そうですね、うん、ありますよね、うん、だから情報がやっぱりより自分向けになりますよね、うん、大学別模試っていうのは、うん、そういう意味で言うとやっぱ、うん、ね、情報として入手しておくのもほら後々使うにも役立つわけじゃん。過去問よりはそれは精度は低いかもしれないけど、はい、ね、また練習として、うん、後々その直前期に入ってから使い直すっていう意味でさ、はい、過去問より1回増やせるっていうね、なるほどもあるわけなんで、はい、うん、だからそういう使い方でやるのもありかなと思います、うん、だから一番の、強みはやっぱ特にそうなんですよ、うん、要はあの同じような偏差値でそのいろんな大学に出した中でも、うん、よりその学校行きたい人が集まってくる模試だっていう点が重要なんですよね、うんうん、確かに。だからその中でのやっぱ立ち位置の現状、自分はどのぐらいなのかなっていうのを把握するっていうのはすごく意味があることかなと思いますので、確かに、うん、ただ、まあ、割とその実力は現時点に届かないけど受けていいのかなって気にしてる人もいるとは思うんですけど、うん、まあ、それはそれで、でもまあそこで届いてない届いてないってあやべえな頑張んなきゃなっていう風なあの機会になるから、はい、基本受けといた方がいいかなという、そうですね、うん、思いますね。はい、はい、こんな感じですかね。はい、はい、じゃあ続いてですね、模試受けた後復習とかってやってる、うん、みたいな話をちょっとしていきたいと思うので、模試の復習法についてこの後続いて話していきたいと思います、はい、はい、続きまして、模試復習してた？復習、初めの方は全然してないですね、うん、はい、まあ、そりゃそうだよね、はい、だってそもそも模試読むのに実力なかったと。そうですね、はい、そう、模試の復習って難しいんですよ、これ過去問の復習と近いんだけど、うん、要はそもそも模試を復習してね、うん、意味があるタイミングってその模試で戦えるレベルに入ってからだと思うんですよ。そうですよね、まあ、少なくともセンターレベルが完成したりとか、うん、基礎レベルが完成しないと復習してもって話ですよね、うん、要はね、はい、やってないことを復習って意味があんまないんですよ、うん、だからじゃあ模試受ける意味ないじゃんとかなると思うんですけど、はい、そうじゃなくて、うん、挑めるレベルになったらもう一回解き直せっていう話なんですよ。あ、なるほど。で、うん、その時の結果をもとにもう一回復習をした方がいいっていうことですね、うんうん、確かに。むしろ挑めないレベルだったら復習した方がいいのは参考書だと思うんですよ、うん、そうですね、間違いないですね、うんうん、まだインプット終わってないのにアウトプットやってアウトプットで覚えようとすると効率よくないですよね。そう、うん、だから模試の状況から考えると模試がまだ挑めない、うん、要は模試に全てのレベルが到達しない状況だったら終わってる部分に関しては、うん、その復習をしてもいいんじゃないかなと、うんうんうん、要はなんで解けなかったんだろう、どうすれば解けたんだろうみたいな、うん、その次同じことが出た時に解けるようにするための練習っていう感じですね、うん、でだけどやってなかったことは次までにできるようにその参考書進めて追いついてこうでいいと思うんですよ、うんうん、間違いない。だからその問題ができたってしょうがないからね、うん、結局届いてないならってことね、うんうん、届かせなきゃそもそもって話なんで。そうですね、うんうん、でじゃあいざ復習できるようになったらどういう復習をするべきかっていうと、うん、これはその問題が解けるようになることが目標じゃないですね、うんうんうん、っていうのは答えを覚えてもダメだよと、うん、むしろなんで自分ができなかったのかを考えて次以降それが解けるようにするっていう実践的な意識を持つべきなんですよ、うんうん、確かに、うん、例えば解けなかった理由っていうのが時間が足りなかったとか、うん、なんかよくわかんないけどマークミスしたとか、うん、まあ、難しくてできなかったとかね、うん、あとはちょっと勘違いして引っかかったとかいろいろあると思うんだけど、うんうん、そういうものを見返して要は自分がどうミスったかをちゃんと思い出して、うん、でそれに加えてじゃあどうしてたらよかったのかって考えて、うん、
二層的解き方をちゃんと、うん、その実践できるようにしておくと、うんうんうん、点数上がったら終了って復習終わったと思っちゃダメだよってことですね、うんうん、確かに。だから割とここがその復習方法を間違えちゃってる人が結構いるんですよね、うん、特にその直前期なんかのセンタープレイとかよくある話なんだけど、うん、そう復習してさ点数上がったつもりになってさ、はい、でやっても自分がその段で本番でまた取れるか分かんないわけじゃないですか。なるほど。でしょ。だからなんていうか結果答え見たらそれ点数上がるの当たり前なんだから、はい、それはあんま関係なくて、うん、結局一番問題なのは初見で取らなきゃいけない点数が取れなかったことなんですよ。そうですよね。確か解けなきゃいけない問題は解けないといけないですよね。それのためにはそもそも模試受ける時点でも目標点をある程度決めておいて、例えば8割数学で取りたいんだって目標決めておくじゃないですか、はい、実際は6割でしたと例えばね、はい、何やらかして俺は6割になっちゃったんだろうみたいな、うんうん、考えるじゃん。例えば時間足りなかったとか、うん、なんか1個難しいの出て何かしたからやらかしたとかさ、うんうん、そうですね。その失敗から学ぶものですよね。そう、うん、だから模試の復習っていうのは、うん、点数だけ上がったって同じ失敗をしないようにできてなかったら意味がないっていう話なんですね、うん、だからむしろダメ出しをする機会なんだ、うん、今までやった勉強の中でできてないことは何なのか、できるようにしなきゃいけないことは何なのかっていうのを把握して、うん、それを固めていくと、うん、それが模試の復習なんだよと、はい、逆に言うとあの100点取らなくてもいいんだよと、別に100点取るのが目標じゃなければ本番でって話なんですね。そうですよね。だから必要ないことまで復習するなんて話なんですよ。うん、うん、だから難しいことまで復習なんか身につけようとするってなると結局それは答えの暗記に走っちゃうことになるから、うん、それじゃ意味がなくなっちゃうと、うんうん、じゃあ実践意識するとしたら何割取んなきゃいけないから俺はここで取ろう、そのためにはどういうミスやらかしたからいけないんだみたいなことを考えて動いていくっていう、うん、だからなんかこうそれを経由して理想の自分に近づくために何をするべきだったのか、うん、でできるようになったのかっていうのを模試を利用してやっていくってことですね。はいはいですね。っていうのが模試の復習法です、はい、じゃあですね引き続き、まあ、割とここは質問多かったりする、特に直前期なんか多いんですけど、はい、A 判定とかね、はい、E 判定とかって判定ってどうなのみたいな、あ気になりますね、はい、話していきたいと思いますので、はい、続きよろしくお願いします、はい、さて、はい、じゃあ判定、いややっぱ模試って言ったら判定じゃないですか、うん、はい、ちなみに山口先生 A 判定を見たことは、 A 判定を僕見たことないですね。第1章はない。第1章はないですね。 A 判定それはないですね。今からマーチはある。マーチは B ぐらいかな。だからまあその後山口先生は直前期にめちゃめちゃ積み上げて、はい、これはね、はい、直前期の山口先生の勉強とか動画で言ってるんで、はい、まあ、それとか見てもらえればと思うんですけど、要はそこで追いついたっていうのがあると思うんですけど、はい、その判定っていうのは、はい、その時点での、うん、そのまま行った場合の受かりやすさなんですね結局。そうですよね、うんうん、確かに。そう、はい、だからあのただこれ、うん、あの 気をつけておいてほしいのは、そもそも形式が違う模試だったら判定なんてほとんど参考にならないってだけの話なんですよね、うん、要はそれってただの順位じゃないですか、はい、模試受けた中での総計志望の中での順位が何位でしたって話なわけであって、例えば総計志望であれば、はい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 、マーク模試で総計 A 判定でしたって言っても、うん、総計の問題で点が取れるわけじゃないんですよね、はい、それマーク模試受けてるわけなんだから。確かに確かに。総計プレーだからね、早稲田プレーだからまだそれは近いし、東大プレーとかそうだけど、はいはい、大学別模試だったらさまだ分かるよと、はい、だけど、はい、全然形式違う模試 A 判定が出たからって受かりやすいかどうかって言われると、うん、それ成績がいい悪いか分かるだけであって、はい、本番の過去問で取れるかどうかの目安にはならないっていう点が結構ね、そうなんですよね、注意が必要なんですよね。いや何を思ってまずあれは A 判定なんだみたいな。そうだから、うん、まず判定でね気にするのは、はい、まあ、受験生の中での立ち位置と、はい、あとは本番で受ける形式に近い模試での成績は気にした方がいいかなと、うんうん、だから、はい、並先生で言うと早稲田プレーで成績悪かったのはやっぱ多分他の模試でへこむと思うんだな。まあそうですね。やめてって思うじゃんやっぱ、はいはい、うん、だけどそこでさ別にじゃあそれで落ちるかって、まあ、そうじゃないじゃんって話なんですね。そうですね。だけどこの時点ではこれしかできなかった、こういうことができてなかったから俺はできなかった、だけど、はい、こっから先こういうことやればいけるっていう材料に次はしていくべきだしっていう話で。そうですね、うん、もう A 判定はなんか A は良かった判定ぐらいで、 B は微妙判定で、はい、C はまあしっかりやれよ判定で、はい、D はどうなるかわからないよ星判定って感じですね、はい、僕の中では。 C 今の S だった気がするね。本当ですか。あしっかりそうです、ね、あしっかりになっちゃ う, そうで E はそうだな、ね、E はまあまあまあ、いいことあるよみたいな、いいことある今に見てるよとか、ね、そう今に見とるよ判定とかね、はい、だから本当もう
もうそれぐらいでいいと思うんで、はい、僕の中でもやっぱり A 判定でもやっぱ落ちてる子はもう全然やっぱいますし、うん、で D でも E でも受かってる子いるんで、やっぱ最後は過去問どんだけ取れるかなと、そうですね、いうところに最後帰結すると思います僕は、はいはい、ということで模試の話、はい、していきましたが、うんうん、いや模試ってなんかふわふわしてるよね。そうですね、なんかこう、うん、受けなきゃいけないとはみんな思うだろうけど、うん、何に使うのかもよくわかんないし、うん、どれ受けりゃいいかもわかんないし、はい、成績良かったからそれが何なのみたいな話とか、うん、ね、まあ、ここまでの話聞いても、はい、じゃあ結局模試は受けたらいいの受けなくていいのなんか役に立つのみたいなことをちょっと思った人もいると思うんですけど、はい、模試は絶対受けた方がいいと思うんですよ、うん、だけど、たださっきも言ったように模試の受けるイコール過去問とか入試の実際の問題で点数が上がるかと言われると、うん、はい、それはあんまり関連はないかもしれないって話ですね、うん、あくまでも模試の役割っていうのは現時点での自分の立ち位置の把握、うん、実力試しでしかないっていう話なんですよ、うん、だからってその、ね、今までの勉強はやっぱだから見直さなきゃいけないんですよ、模試の結果次第ではね。俺はここまでで A 判定取るつもりやってきたけど全然ダメだったと、でもそれをよくよく考えてみたら全然やってない形式だからしゃあねえやってなるのか、ともやったことなのにできているのはそれはまずいなってなるのかっていうのによっても変わってくると思うんですよね。そういうことですね、うん、はい、確かに間違いない、うん、そう、模試は現状のチェックポイントであり、うん、未来予想図ではないと、うん、だからそこからどうしていくか、これまでの勉強どうだったのかを見直す契機としてね、ぜひ使ってもらえればというふうに思います、はい、ということで以上模試の受け方使い方でした。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おー、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へー、ここですね、参考書だけで大学合格 .com っていうのがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね、そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転合格 .com、 あ、それだそれ、逆転合格 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おお、そこですか、おお、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、ね、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。